皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2005年公開の、ディセント。現代、ザ・ディセント。監督と脚本は、ニール・マーシャル。主な出演は、シャウナ・マクドナルド、ナタリー・メンボーザ、アレックス・リード、など。冒険好きのサラは、1年前の交通事故で愛する夫と娘を失ったショックから未だ立ち直れずにいた。そんな彼女を励まそうと、友人たちが冒険旅行に誘う。リーダーのジュノが企画したのはアメリカのアパラチア山脈奥地の地下洞窟探検だった。というストーリー。正統派サスペンスホラーで満足ながら、精神的にとにかくものすごく疲れる。トラウマを抱えた女性とその友人たちが極限状態の中で繰り広げる人間ドラマと思いきや、突然、話は異なる方向へと進む。舞台がずっと洞窟内なので、ビジュアルが単調にならないように変化を出しつつ、見る側には瞬時にどのグループが映っているかを理解させる工夫がされていて感心する。そして主人公のサラを演じる、シャウナ・マクドナルドの鬼気迫る演技がすごい。ということで、評価は。サムサー。